やっぱりまだ先生にこういうのを送りたいんですけど、送りたいんですよ。ダイレクトメッセージとかでまたやりませんか。え、でも私返さないですよ。それが嫌なんやったらやめた方がいいと思う。はい。イライラさせると思うんでやめた方がいいと思います。自分も今度はあんまり長い文章を送らないように負担かけないようにするんで。その私の別にペースで返すのであれば、あ、じゃあそうして、それでいいです。自分も今度あんまり負担返さないように端的な文章、ね、負担的な文章でポンポンポンで送るようにしますし、あ、わかりました。毎回毎回レッスンがあるたびに送るんじゃなくて、ちゃんと先生のことも考えて2、3週間に1回ではそういう抑え目にする。あ、すいません。自分たち一時いい感じでメールやり取りできたじゃないですか、ちゃんといい感じで先生と教え子でメールのやり取りとか。もう一回やりませんか。自分も今度はあんまり返せるときに返すので用意であれば、はい、こういうの出たんですよ。あ、すごいじゃないですか、91点。これ先行って、あ、先行やったんですか。はい、ちょっとこれ意味がありまして、はい、ちょっと今まで先生に送って、今まで出したやつは前の採点やったんで、はい、新しい方の採点ではやっても86点とか88点の間うろうろうろうしたんで、そうなんや。ちょっとこのままこのやったらちょっと今の状態ではいくら前の採点で10点出せ、あ、写真があったとしても、うん、今の採点で86から88の間うろうろしてるんやったらこれは人前ではちょっとできひんなとか思ってたんですけど、この前やっとこれが出たんで、何か変わったんですかね。新しいバージョンになったってことですけど、できる、できる、できる。これやったらまた安心して人前で歌えるなとか、うんうん、そんなこと思ったりしながら。なるほど。自分ってお金持ちですか。お金持ちちゃいます。どう思います。自分でそれが全てだと思いますけど、こんなこと思ってたり、うん、じゃあいいじゃないですか、それで。なんか受け付けてたり、うんうん、お金持ちのとか知らない裏話とかも先生に教えてあげたいんです。どういうこと。裏話とかお得情報とか。 ありがとうございます。何ですかね。ビデオカメラがレンタルできるっていうのは知ってます。ビデオカメラがレンタルできる、知らないです。はい、ビデオカメラレンタルってできるんですよ。先生ってライブとかやってて、はい、定期的に動画撮って YouTube にアップしたりしてるじゃないですか。一回検索かけて見てみたんですけど、うん、その時に自分のライブの様子、うん、ビデオを撮る時に普通のカメラとかじゃなくて、うん、プロ仕様のいい機材のいいカメラ 2,3 日レンタルしてその時だけ使えるとか。そうなんや。まあでも今スマホの画質いいから別にスマホでいいかな。いやでも全然違いますよ、プロ仕様のやつは。ますか。そういう情報とかも教えてあげたいです。でもお金かかりますもんね、レンタルやったら。2泊3日で1万5000円とか。そうでしょ。でライブ1本でそう1万5000円稼ぐの結構大変やから、なくなっちゃうもん。まあ、こう結構ギャラが出る時やったらいいかもしれないですね。それでは絆の奇跡でも出たんですよ。絆の奇跡にミレイさん、ミレイがやってるやつ。あ、はい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 。マンウィズと。あ、はい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 。そこでも。あ、それも91じゃないですか。はい。そうじゃないですか。また どっちも歌うんですか。はい。もう女子の曲も原曲機の歌えるじゃないですか。男子の曲はそのままやって、女子ミレイさんのパートは裏声でピッチ変えて、自分の中でピッチ変えて歌ったり。自分歌の才能あります。才能ってでももうどうなの、わからないですよ。自分のことも別にわからないし、自分で決めたらいいと思う。自分のこと4年以上見ててどうですか。もう先生と出会ってから4年以上なんですけど。そっか、そんな経つか。声はね、やっぱすごい高いとこが出るから。あ、どうですか。あ、何
ボーカルとしての持って生まれた才能とか。持って生まれた才能は分かんないっすね、私。誰のこと。でも90点とか出してるじゃないですか。でも、なんか、これもでも好みの問題なんで、90点出してても、いやーって人もいれば、80点でも上がめっちゃいいっていう人が正直いるので、なんかあんまりそんなこだわりなくていいんですよ。別に自分がそれやってる人は全然いいけど、なんか、思う。でもこれ自分自身のことなんですけど、うん、録音動画撮って YouTube じゃなくて客観的に見てもやっぱうまいなとか思う。そういいじゃないですか、自分でそんなやつが一番いいやから、だからそれを外に求めなくてもいい、いいと。でも自分自身のことなんか分かんないんですよ、うん、自分で自分のことって。ああ、そう。他の人に判断してもらわないと。それでもね、危険ですよ。危険っていうか、私はそれはやらない方がすごい安くなったから、斉藤さんにも言ってほしいんやけど、なんかあんまりその他人に入れてちゃうと、そういう自分でないといけないみたいなのがすごい芽生えません。じゃあ先生、プロのボーカルトレーナーとして自分のこと見てどうです？どうです？才能ありますよね。才能あるかどうかなんかわかんないです、別に。だって別に斉藤さんずっと続けてくれるけどさ、それはそれなりにやめちゃう人もいるし。じゃあ自分の歌いつも聴いてどうですか？自分の歌ですか？好きです。うまいとか思います？うまい、私の中でうまいはありますけど、人にうまいって言われなくても別に大丈夫です。じゃあ自分の歌聴いてて自分の歌うまいと思います？自分では思います。先生、自分の歌うまいと思うんですか？思います、思います。じゃあもっとその気を待ちを毎回言ってほしいです、うまいって。どういうこと？先生が自分が歌い終わってあんま上手かったですとか言わないじゃないですか。あ、斉藤さんに対してってことか。なるほどね、斉藤さんに対して。え、でも言ってません？いいと思います。でも上手いですっていうのはあんまり聞いたことないんですけど、今までちょっとしか。上手いですか？ここが良かったですとか聞いてたけど。そう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 、いいと思います。でもこれレッスンやから、なんか上手いですって言っちゃうと終わっちゃう感じがして。だって上手くなってほしいじゃないですか、より。より上手くない。私お金払ってもらってんのに上手いですやったら終わっちゃうんです。でも褒めてほしいです。褒めてほしいか。褒めてるつもりやけど、ごめんなさい、ね、じゃあもっと褒めるようにしますわ。でもそれなんか才能がどうとかは正直わかんないんで、あんま聞かないでほしいんですよ。でも自分最初から歌詞とか全部覚えるようにしてます、うん、あ、それはすごい、すごいと思う。それはすごいと思う。それ言ってますよ。一番最初のレッスンの時、今でも残ってるんですけど。すごいって言うとか。一番最初のレッスンの時に歌詞、うん、ここで歌う部全部覚えてから、うんうん、レッスン受けるようにしようと言ったら、うん、素晴らしいですね。素晴らしいと思いますよ。4年前の会話残ってるんですけど。ああ、そうなんや。才能ありますよね。それはなんか分からんからさ、それは。私が例えばここでありますよねって言って、ありますねって言って外に出て歌った時ありますかって言われて、いやないですねって言われたら私のせいになりますよ。いや人生あるって言って。そんなこと言わないです。って言われるのが嫌やから言わない。じゃあボイストレーナーとして、うんうん、歌手の自分のこと見ててどうですか？線香の高いとこ綺麗に出たり、うん、それはすごく上手。ここにより線香のサビの長い言葉もう一台手のシャウトのとことか綺麗に出たり、なんかね、伝え方は線香の伝え方は線香の歌詞あっていう気がする。ここにより正直言うと地声をもっと出してます。なんか
かずっと裏声で歌っちゃうし、それはでも4年間言ってもあんまり正直変わってないから、言うか言わないかいつも迷うんですけど、もうやりたくないんやったらもう言わん方がいいんかなと思うし、自分がどうしたいかがすごい大事やから、正直男の人とかの歌も歌うんやったら絶対的に自分がある方が、まあちょっとね、バリエーションが増えた方がいろいろ聞かせ方もね選択できるのかなと思って毎回毎回言っちゃうんですけど、それに関してはどうですか、あんまり地声でまたしたくないのみたいな。裏声の方が出やすい、地声で出たら出してるとしんどくなっちゃう、しんどくなっちゃう。裏声に逃げたい、逃げたい。あ、そうなんや。もう自分で納得できます、じゃあ裏声でちょっと歌ってどうですかね。いいんやったらもう言わないし、もちろん上手くなりたいですけど、乗ったら全然やってみてもいいと思う。そこを私も別にやりたくないこといっぱいやってきたんですよ、自分が上手くなりたいから。面白くはないんですよ、正直やりたくないことやるときって。でそこも超えたらなんかこう得るものはでも絶対的にはあると思うんですけど、まあチャレンジしんどい、しんどい、しんどいからな。でも歌うことってそこにもまあ慣れていけたらいいんやろな。そういうのがさ変わってきたじゃないですか、ブラボーの声じゃ迫力がやから、なんかもっと迫力があったらいいのになって思う瞬間がちょこちょこあるから、どうなのかなぁ。でもやりたくないんやったらやらなくていいと思うし、やりたくないんやと思って。自分って歌うまいですよね。歌うまい、何がうまいと思います？何をもってうまいにしてます？一般大衆の人は能自慢とかで聞いてみて、うまいと思う人手挙げて、下手だと思う人次手挙げてって手挙げてもらったりしたら、それがなんかその他人基準じゃないですか。うまいと思う人手挙げて、誰かが挙げたらいいってことですよね。いや、みんなに挙げてほしい。上がらんかったらどうします？もっと先生の元に通って努力します。ああ、そういうことか。でも自分の納得はいいんですか？自分が別に納得してなくてパーって歌ってうまいねって言われても別にいいですか？いや、他の人にからうまいって言われたいし思われたいですけど、でも自分も歌ってて、例えばあ、あんま良くなかったなって思いながら歌ったとして、いや、うまいっすねって言われてどうですか？それは嬉しい。正直今まで歌ってきた中でほとんど中でも俺やっぱうまいなって思ってますね。まあ、そういうことはメレンゲとかもいい声出てるなとか、カラオケ行ってるとか思う。店員さんでもいいから誰か聞いてほしいなって。ああ、思います。そんならもっと大事したらいいな。ここの発表会だって言ったの。いや、いいし、自分特に友達とかもいないし、別に関係なくないですか？カラオケ行くときいつも一人なんで、誰かに自分の歌をもっと聴いてほしいな。店員さんとか高校の先生でも誰でもいいから聴いて、うまいって褒めてほしいなって。友達作ったらいいんですか？それがいないんですよ。いないと思ってるからですよ、それは。高校の同級生とも連絡としないです。高校は私の誕生日だけど、先生、今ここでカラオケ一緒にやってるみたいな感じですよね、自分が歌って先生聞いてね、カラオケの個室で。それいつも自分の歌聞いてどう思います？うまいでしょ？うまいでしょ、うまいでしょ、うまい、うまいですよ、うまい。先行は絶対うまかったですよね。先行うまかったですよ。キャンドルスウェイトはどうですか？あ、うまかったですよ、うまかったですよ。結婚式の時誰か歌ってあげたいです。でもお友達がいるじゃないですか、それは。結構友達なんて親戚なんですよ。親戚は？いや、いないです。先生、Facebook で結婚、友達の結婚式でピアノの弾き方やってみますってできたんですけど。あ、やります、やります。大体友達の結婚式の時歌いって言われるから割と歌ってますけど。自分もそんなやりたいです、キャンドルスウェイトで。ねえ、ずっと言ってますもんね。
るしかないってことだね。ありがとう。そんなでも仕事もないしな。それちょっと私にはどうにもできないんで、自分でちょっと頑張ってもらって。ライブハウスとか出てたらなんか知り合いのミュージシャンとかできるかもしれんけどね。調べてみたらいいですね。オープンマイクみたいな、その日だけ誰でも使っていいよみたいなのとかもあると思う。調べてみたらいいです。